黄金世代黄金世代は特定の分野において比較的狭い年齢層に突出した才能を持つ人材が集中することを指す言葉であり英語のゴールデンジェネレーションの和訳である近年ではスポーツ分野、特にサッカーで用いられることが多く他のスポーツを含めた分野では代表的な人物や青年デビュー年などを使って世代組と表現する場合が多い 黄金世代に対してゴールデンエイジという英訳を当てる例がしばしば見られるが、英語圏ではゴールデンエイジは老人世代もしくは黄金時代特定の分野が流星を誇った時期という意味で用いられることが多い。ただし稀にゴールデンジェネレーションも老人世代の意味で用いられることがある。サッカーにおいては U-20、20歳以下ワールドカップ。 U-17 ワールドカップという世代別の世界大会が開催されていることがサッカーを各世代で注目されやすいスポーツにしている理由だと入れている。日本の場合は開催が2年に1回の U-20 ワールドカップ4年に1回の夏季オリンピックサッカー競技規定により U-23 のみ出場かの代表選手たちの自称や マスコミ報道などにより大会開催地のおかんした世代、組の故障で世代分けされることが多い。また、日本サッカー協会には、ドレセン制度という将来トップレベルの選手になれる、可能性がある選手を発掘する制度があり、男子は U-12,U-14,U-16、女子は U-12,U-15,U-18 のカテゴリーで実施している。 この制度によって選抜されることは、ある意味その世代がトップとなった時のエリート候補であることを意味するという。現代において最もよく知られた黄金世代の一つは1969から1974年生まれで1990年代に活躍したサッカーポルトガル代表の選手たちである。1989年のワールドユース選手権では、 パウロ・ソーザ、フェルナンド・コートラを用して優勝。さらに1991年に地元で開催された同大会にはルイス・フィーゴやマヌエル・ルイ・コスタラが出場し、ポルトガルは連覇を果たした。ジョアン・ピントは1989年度大会及び1991年度大会の双方で代表メンバーに招集され、フェルナンド・ブラッサルドと共に連覇を経験した。 彼らに続く世代も、1994年のユフをマイナス2 1選手権準優勝、1995年、ワールドユース3位、1996年、アトランタオリンピックベスト4といった成績を残した。1998年まで、ワールドカップ大陸予選での敗退が続いていた、ポルトガルは2000年の欧州選手権でベスト4に進出し、将来に期待を抱かせた。 しかし2002年ワールドカップでは大陸予選を突破したものの本大会ではコンディション不良から一時リーグ敗退に終わり多くの黄金世代が大会後に代表から引退した2004年地元ポルトガル開催での欧州選手権は決勝まで進出したがギリシャに敗れたこの時代表に止まっていた黄金世代はフィーゴ、ルイコスタ、コートのみであり 同体会後に代表から引退した。ポルトガルにおいて、黄金世代と称された世代の全員が代表を、退き、A 代表としては、優勝を経験しないままキャリアを終えた。1990年代後半、マンチェスターユナイテッドのアレックス・ファーガソン監督が、下部組織から抜擢したデイビッド・ベッカム、ポール・スコールズ、ニッキー・バットラ、ファーギー・ベイブスが活躍し、 1998から1999シーズンにクラブ史上初の三冠、ドレブルを達成した。彼らを追うように、マイケル・オーウェン、スティーブン・ジェラード、フランク・ランパード、ジョン・テリー、リオ・ファーディナンド、ウェイン・ルーニーらヤングスターが現れ、2000年代のイングランド代表の主力メンバーとな。しかし、ワールドカップや欧州選手権では、ベスト16かベスト8止まりで、 フットボールの母国の期待を裏切り続けた。当事者たちは所属クラブ間のライバル意識が代表チーム内に派閥を生み、選手同士の関係を損ねていた。あるいは代表監督が豊富な中盤のタレントを生かしきれなかったと考えている。しかし、イングランドサッカー協会が始めた育成改革が実を結び、2017年に行われた U-17 ワールドカップと、 U-20 ワールドカップでイングランド代表が共に初優勝した。2010年代のサッカー界ではベルギーの1986年以降に生まれた選手たちが黄金世代として躍進している。エデン・アザール、ロメルルカク、ドリース・メルテンス、マルアン・フェライニ、ケビン・デブライネ、バンサン・コンパニ、ティボー・クルトワラはベルギーサッカー界の育成改革の成功例として 赤い悪魔の主力選手となり、おののが、欧州各国のビッググラブで活躍している。ベルギーは1980年欧州選手権、準優勝、1986年ワールドカップ、メキシコ大会4位などの成績を収めてきたが、オランダと共催した、エウロ2000で、開催国のグループリーグ敗退という失態をよ、2002年、ワールドカップ、日韓大会を最後に、エウロと、 ワールドカップの本大会出場から遠ざかった。ベルギーサッカー協会は2000年代初めより、フランスやオランダの育成システムを取り入れ、スカウティングの強化、育成環境の整備、指導方法の統一などを行った。ブリュッセル大学と共同で開発した育成部門査定システム、フットパスはドイツやイングランドのリーグでも採用され、日本の J リーグでも2015年より導入された。 バロン、フランス語圏対フラマン、オランダ語圏というベルギーの社会構図は代表チームにも影響してきたが、モロッコ、マリ、コンゴ、コソボなどの移民第2世代の選手の増加が多様性をもたらしている。若きタレント集団は3大会ぶりに出場した2014年ワールドカップブラジル大会でベスト8に進出。60位台に低迷していたフィファランキングも、 2015年11月に初めて1位に立った。しかし、エウロ2016ではベスト8で、格下のウェールズに敗れ、個人の能力頼みで組織力がない欠点を露呈した。ロベルト・マルティネス監督就任後は2016年9月以降、無敗、9勝1分け、総得点43点で、欧州予選を通過し、2018年ワールドカップ。 ロシア大会では1986年のベスト4を上回る3位を獲得した。旧ユーゴスラビア連邦の崩壊後、1991年に独立したクロアチアは、ダボール、シケル、ズボニミール、ボバン、ロベルトプロシネチキ、アリョーシャーサノビッチ、ズボニミールソルドラ豊富なタレントを要し、エウロ96でベスト8進出、初出場の1998年ワールドカップ。 フランス大会で3位、シケルは大会特典王という快挙を達成し、紛争に疲弊した国民を喜ばした。当時少年だったルカモドリッチ、イヴァン・ラキティッチ、マリオ・マンジュキッチ、ニコラ・カリニッチ、イヴァン・ペリシッチらは新たな黄金世代として期待されたが、2010年ワールドカップ南アフリカ大会は本大会出場を逃し、 その後の大舞台もエウロ2016のベスト16が最高であった。主力選手が30歳前後になった2018年、ワールドカップ、ロシア大会はマテコバチッチ、アンテレビッチら若手が加わり、ハードワークと結束力を武器に決勝戦へと進出。フランスに敗れるも、準優勝という快挙を達成した。日本のサッカーにおける黄金世代は79年組とも呼ばれ、 元々は1994年に開催された U-16 アジアユース選手権カタール大会の優勝したことからこう呼ばれるようになった。この大会の主な参加選手は小野真嗣、稲本淳一、高原直宏、坂井智之、張戸隆二、辻本茂明、手島和樹、本山正志らであるが U-16 アジアユースには出場しなかったものの、その後に準優勝した。 U-20 二十ワールドユースに参加した、中田浩二、遠藤保人氏、梶良、小笠原三浦も含んで呼ばれる。中でも、小野、稲本、高原の三人はこの世代を代表する選手であり、海外でも成功を収めた数少ないプレイヤーでもある。1993年12月、滋賀県立森山高等学校サッカー部監督、当時の松田保が、 U-15 日本代表の監督に就任した。当初、松川の選手たちを中心に当初は結成しようとしたが、メンバー編成には8月1日以降生まれという政権があったために、1979年、生まれ以降の選手たちまでに選択肢を広めざるを得なかった。そこでチームを、高原矢尾の稲本らを中心に U-15 日本代表を編成し、 一年後の1994年に U-17 日本代表として U-16 アジアユース選手権カタール大会に出場した。同大会のグループリーグこそは UAE 代表2から5とイラク代表0から1に負けたものの韓国代表3から0とバーレーン代表3から0に勝利して準決勝へ進出すると準決勝のオマーン代表 4から3に V ゴールで勝利して決勝に進出し、決勝のカタール代表を1から0の V ゴールで下し、同大会での初優勝と自力での世界、選手権出場という二重の快挙を成し遂げた。しかし4年後に、記憶も英人を代表監督に迎えて出場した U-19 アジアユース選手権、大大会では、グループリーグこそは3戦無失点という好成績で、 決勝トーナメントに進んだものの、決勝では、韓国代表、1から2に敗北するという苦りをなめた。ただ、1999年に、当時の A 代表監督も務めていたフィリップ・トルシエを、代表監督に迎えて出場した、ワールドユース選手権、ナイジェリア大会では、イングランド代表やポルトガル代表といった強チームを、下して決勝まで進み、スペイン代表、 0から4には惨敗したものの、準優勝という成績を収めて、同大会における最高成績を収めた、もし、この快挙がなければ、彼らが黄金世代と呼ばれなかった可能性は高い。2000年9月、1999年のワールドユース選手権ナイジェリア大会に引き続いて、フィリップ・トルシエが、逸話代表監督を務め、新たなメンバーに、松田直樹、 中田秀俊、宮本恒康、柳沢厚など、柳沢以外の3人は、早生まれと、中沢雄二、中村俊介など。ただし、中沢は早生まれ、オーバーエイジ枠、の三浦厚弘、の森岡隆造、の奈良崎聖豪の選手が加わった、逸話代表は、シドニー五輪に出場した。グループリーグでは、南アフリカ代表、2から1と、スロバキア代表、 2から1に勝利し、ブラジル代表、0から1には敗北したものの、グループリーグを突破した。準々決勝のアメリカ代表、2から2では、PK 戦で、中田秀俊氏が外し、4から5で敗れた、ベスト8。しかし、決勝トーナメント進出という成績はメキシコ五輪以来となる32年ぶりの快挙として、史上最強と称された彼らは、この頃から、 世間の注目を大きく集めるようになった。シドニー五輪を同年10月に出場したアジアカップレバノン大会で優勝して本格的に A 代表、日本代表に定着した彼らは2001年に地元で開催されたコンフェデレーションズ杯で準優勝し翌年に控えた地元開催の FIFA フフワールドカップ日韓大会へ勢いづけた。2002年6月 地元開催となった WC 日韓大会では、ベルギー代表2から2と引き分けるも、ロシア1から0とチュニジア2から0から勝利を収め、グループリーグ1位通過で決勝トーナメントに進出るが、トルコ代表0から1に敗北したベスト16。日本サッカー協会は4年後にゴールデンエイジが年齢的に全盛期となることを見越し、 その想像力を発揮させられると期待して、新監督に、ジーコ昌平。2004年に出場した、アジアカップ、中国大会では、地元の中国人サポーターによる激しい、ブーイング行為の洗礼に見舞われるものの、前回大会に引き続いて優勝し、同大会連覇を果たした。ただ、2006年の FIFA ワールドカップ、ドイツ大会でのグループリーグ敗退を境に、 彼らの実力と人気は次第に下降し2007年に出場したアジアカップ対マレーシアベトナムインドネシア会では準決勝で敗退して3連覇を逃したこの頃になると国内開催の国際親善試合であっても観客席がなかなか満員にならず人気の面でも苦戦している2010年の FIFA フフワールドカップ日本代表チームでは黄金世代と呼ばれた世代はまだまだ吹け込む年では ないにもかかわらずエンドを保つ人し、稲本淳一のみの出場にとどまった。かつては、各年代における代表実績に限らず、欧州リーグなどにおける活躍も突出している世代であった。小野は、UEFA 杯優勝アジア年間最優秀、選手賞受賞を経験し、稲本は、UEFA インターートとカップ決勝戦での、 欧州日本人初ハットトリック達成優勝を経験した。高原直弘は、ブンデスリーガでの1シーズン2桁得点を挙げた。いずれも、日本サッカー界において、歴史的快挙に値する実績を残している。黄金世代人気は、テレビ界にも反映し様々な特集が組まれる中、2002年から2006年まで、富士テレビで黄金世代の顔と言われている、尾野。 稲本、高原に密着した特別番組、ワールドカップをめぐるボーガ都市に一度正月番組として放送されていた。黄金世代以降、育成年代の選手は、国際大会の成績を比較され、将来への期待値により良い方にも悪い方にもネーミングが付けられてきた。しかし、必ずしもその名の通りに成長するわけではなく、期待されながら、プロで伸び悩む選手もいれば、 不名誉な称号を見返し体制する選手もいる。FIFA ワールドカップドイツ大会で円熟期の黄金世代が惨敗してから4年後の南アフリカ大会では谷間世代、谷底世代と呼ばれた選手たちが決勝トーナメント進出、ベスト16という成果をした。黄金世代後の世代の成績についてはサッカー日本代表成績などを参照。 オリンピックの男子サッカーは1992年のバルセロナオリンピックから年齢制限が23歳以下の年代別大会となったことから日本では各オリンピックに U-23 日本代表として出場する世代、出場した世代をそのオリンピックの開催地をとって世代と呼ばれる。上記の黄金世代を含む1977年から1980年生まれは シドニーオリンピックに出場した世代なので、シドニー世代ともこれた。アテネオリンピックに出場したアテネ世代、1981から1984年、生まれは上記の谷間世代に該当する。日本の女子サッカー界では、2011フィファ女子ワールドカップで初優勝し、ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得した日本代表を黄金世代と呼ぶことがある。 ただし、年齢の幅が広いため特定の年代を指す用語ではない。また、U-17 女子日本代表が 2010FIFAU-17 女子ワールドカップで U-17 の女子サッカー史上最高となる準優勝という結果を残したことから黄金世代と呼ばれた。なお、4年後の 2014FIFAU-17 女子ワールドカップでは 日本が初優勝を果たしている。ベースボールマガジン社プロ野球データファイルにて特集が組まれた世代のみを扱う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。